昨日 JR 名古屋駅内のキオスクから煙が出ましたが、すぐに消し止められ、けが人はいませんでした。消防などによりますと、昨日午後6時ごろ、JR 名古屋駅構内のギフトキオスク名古屋桜通り口店で、店内の照明器具から煙が出たと通報がありました。通報を受けて駆けつけた警察官が消火器ですぐに消し止め、けが人はいませんでした。発生当時、店内には12人の客がいたほか、消防車など15台が出るなどし、現場付近は一時騒然としました。また、鉄道への影響はありませんでした。警察や消防が詳しい出火原因を調べています。